できたのか。ああ、ブレイドたちの声がここにある。来いよ、義経が面白いもん見つけてきたぜ。わかった。見ろよこいつを。テンペランティア、そこでスペルビアが大規模な発掘作業をしてるって噂があったので行ってみたらね。かなり変わってはいるが、この形ユーディキウムのアルス兵器だな。ユーディキウム、それって確か。ああ、500年前俺と光が沈めた国だ。そしてマンイーター発祥の地。マンイーターの？どうする？我々の脅威となるなら排除する。が、他の使い方もある。あ、くそ！やってらんねえ！お帰りなさい。随分と荒れてますね。まさか。そっちの守備は問題ない。ちゃんと持って帰ってきたぜ。それはよかった。で、荒れている原因は？というわけだ。情けない話だが、逃げ帰るしかなかった。エーテル・バーを乱されたわけじゃないんですよね。アーケディアの女ブレイドか。シン、あれは霞だ、間違いない。シン、サタヒコ、マルサネスの調整は？ああ、それなら大丈夫だ。予定より少し遅れているが、なんとかする。義経、天の聖杯の位置は？リベラリタス島諸軍の近く、船か何かで移動中ですね。行き先はアーケディアだ。え、どちらへ？テンペランティアだ。時間を稼ぎたい。天の聖杯はいいの？あの男と結託でもされたら。それはねえな。光はそんなんじゃねえ。むしろ俺たちを導いてくれるさ。閉ざされた世界樹への道は天の聖杯にしか開けん。メツ、紹介から受け取ったものの調整もある。お前たちはサタヒコを手伝ってやってくれ。テンペランティアには俺一人で行く。構わんが。わかりました。お気をつけて。あいつ。